パロンタ、今日はアリス10番これからインドネシアに行ってきます。あ、おなじみやばい、みんなメガネ やばいみんなメガネや。あれ誰誰一人誰ちょっともう南国味わってんじゃん一人で。あれ、ジャカルタっぽいよ。メガネ合わせてみんなで楽しんでいきたいと思います。空港のこんなところでアリス10番はリハをしております。ちょっとしたスペースをね見つけた瞬間これですよ。さすがですね。これからゆきちゃんのインドネシア語講座が始まるそうです。インドネシア講座が始まるそうです。はい、皆さんリピートアフターミー。私たちは仮面女子です。北トーペンワニタ、秋葉原から来ました。ダリ秋葉原。日本に会いに来てください。シラカンダタンウントゥークメリハジャパン。シラカンダタンウントゥークメリハジャパン。後ろのねインドネシアの子っぽい子が反応しました。鼻で笑われてる。私の名前は笑われてる笑われてる女の子が笑われてる。お願いします。僕ドラえもん、僕ドラえもんです。静かにし、あれ笑ってないぞ。あれ子供が笑ってないぞ。僕ドラえもんです。そんなこと、なんかもう声ブサイクドラえもん。最近のドラえもん違うんだって絶対。僕ドラえもん。飛行機が見えました。もうすぐ飛行機に乗って私たちは飛び立っていきます。そしてまさかのペーパーガン手持ち乗車です。ジャカルタに到着しました。イエーイ。なんかもう熱気がすごいです。ブンブンしてる。今ジャカルタの空港に着いたんですけど、空港のね向こうのね外にね手待ちをしてくださったファンの方があちらにいるんですよ。手任せ。あ、手振ってくれた。かわいい。あ、かわいい。嬉しいね、こうやって海外でもファンの方がいてくれるっていうのは。他のライブがとても楽しみですよ。会場に来ました。ここが私たちが明日ここでライブをする会場です。今から明日のリハーサルを行いたいと思います。ビッグステージな雰囲気醸し出してる。すごい、本当だ。すごくない？ステージちゃんとしてる。え、めっちゃライトかっけー。何あれ、かっこいい。ピカピカしてる。かっこでっかー。色ちょっと待って、めっちゃ広い。かっこいい。え、これどれくらい人集まるんだろう。今からリハーサル頑張っていきたいと思います。終わりました。暑い。でも ね、すごい。なんか想像したあの場所にたくさんの人が来てくれるのかなっていうのを ね、すっごいもう壮絶な素晴らしいステージです。うん、みんな汗だく。本当に。すごい。都会だな。なんか。楽しそう。
東京とはまた違うけど、ビルが高いもんで、ジャパンとは違うね。で、日本英語でしたね。広、え、何これ、何ゴルフ場、え、ゴルフ場、楽しそう、え、しっぱなし、楽しそう、やりたい、やりたい、おじさんか、やりたい、打ちっぱなしやりたい、おっさんか、絶対楽しい、打ちっぱなしやりたい、おっさんか、競馬からまあバスを降りてホテルに到着したそうです。どこ、やばー、え、ちょっと待って、やばー、なにこれ、え、すごい、王室みたい、やっぱ綺麗すぎる、え、まさか、え、ホテルにプールがあるんだけど、やばい、なにこれ、なにこれ、え、本当だ、泳ぎたい、泳ぎたい、ここが私たちの泊まる部屋みたいです。どうぞ、中姫、うわ、え、なんかカーテンとかすごいよ、え、きれい、え、めっちゃきれい、ふっかふかのベッドや、これ絶対すごい、3, 2, 1, GO! 見た今の、今なんか3個ぐらい浮いた、ぷよんぷよんぷよんってなった、スイマーしましたよ。そして気になるのがね、お風呂場、お風呂、ちょちょちょ、洗面台が、え、ショールーム、きたー、ほんとだ、スケルトンショールーム、スケルトン、じゃじゃ、あはおー、あ、ゆきちゃんのシャワータイムスタートしましたって感じ。うわ、飲みよ、これからお食事です。こんな素敵なホテルのレストランでご飯が食べれるんだって、すごい美味しそう、ほほ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 ほ、え、やばいやばいやばい、デザート、大興奮、みんな大興奮、ご飯めっちゃ美味しいです、美味しいね、辛い、美味しい美味しい、うん、何それ、美味しい、美味しい、ティムちゃんも甘いものいっぱい取っちゃって、もう目がないんですよ、甘いもの、素敵だね、うん、